めっちゃ簡単だけど可愛いお菓子作ってってコメント来てたから、今日はフォトジェニックオムレットを作っていくよ。まずオムレットの上に乗せたい果物を薄くカットしていきます。でクッキングペーパーで水気をしっかり切っといてね。次に薬局で売ってたパン、この人たちを4枚におろしていくのさ。でこのメープル味が一番好きなので、切るときは包丁じゃなくてパン切る用の包丁で切ってね。指切るんでないよね、気をつけなさいよあんたたち、わかった？この天然酵母パン4枚におろしてもボロボロにならないし、曲げても割れなくて綺麗に仕上がるからおすすめ。でセリアで売ってた長ひょろいおかずケースの端っこを平らにして、薄く切ったパンを入れてカーブを作ってから、その中にぐじゅぐじゅってホイップクリーム絞るのさ。パン3つに対して絞るだけホイップクリーム2個使ったよ。絞り終わったらカットしたフルーツたちを好きなようにトッピングしてってね。自分の好きなフルーツを自分の好きなように自由にトッピングしていくのさ。トッピングさめっちゃ楽しいよね、けど後片付けめんどくせえよな、お菓子作りってさでもお菓子作り上手になりたいんだったら後片付けもしなさいよ、わかった？そしたらだんだんお菓子作り上手になってくるから、はい、ってことでできました。かわいくちゃん何よ。完成したら冷蔵庫で少し休ませた方がホイップクリーム少し固くなるから美味しいよ。あとはセリアで売ってたお弁当ケースにこの人たちをぶち込んでみた。なんかめちゃめちゃおしゃれじゃない？蓋をして大きめのシール貼ったらめちゃめちゃかわいくできました。みんなも作ってみてね。ってことでじゃあね。